白石の相番念仏は、この高禅寺の檀家の人たちが作る金香という念仏香が行うもので、8種類の落ち方や唱え方があります。これらはすべて先輩から後輩へと口伝で伝えられてきました。相番念仏を本格的に行うのは、お寺の昼夜法要の時です。ご本尊の前にして2つの彰義台を置いて、そこに座って鐘を打ちます。鐘の音頭を取る方が頭と呼ばれ、もう一人は夫と呼ばれています。法要は鐘香の次元仏で始まり、その間にお寺の道士が誘導します。道士の読経などが行われ、道士の退職の時にも鐘香が送り鐘という鐘を打ちます。鐘香は道士の先導役も担っており、法要の始まりから終わりまで鐘香がリードする形で行事が進行していく様子は、僧侶だけでなく念仏講習が主体となって営まれたかつての村の念仏信仰の伝統を伝えています。若い方にも入っていただき、こう盛り上げていただいて、先々100年また200年とこう送っていただける金子になっていただきたいなと思っております。早田の太鼓踊りは本来は泡越を祈願して、その願いが叶った時に踊る岩盤の踊りで、海湖と呼ぶ7つの国ごとに大太鼓を1つずつ出して、海湖ごとに踊り子が交代で太鼓を打ちながら踊ります。
氏神の八柱神社の祭りで奉納され源平の武将を題材にした演目を出演者が順々に語っていく芸能で、遅くとも16世紀末には行われていた記録がありますが、現在は上深川にしか残っていない大変貴重な芸能となっています。さあ在。